社長お疲れ様です。お疲れ。社長、はい、あの自分最近思うことがあって、うん、はい、やっぱり人間って誰しもやっぱりミスする生き物だと思うんですよ、うん、でもやっぱりそのミスした時にどういう対処するかで、うん、その人の評価とか、うん、やっぱりすごい変わってくると思うんですよ、ね、まあまあまあそうね、はい、でやっぱりその成功に近づくためには、うん、まあ、いろんな謝り方だったり対処の仕方って結構鍵だなと思ったんで、ちょっと社長にいろんなパターンの対処法を聞いていきたいと思います。なるほど。じゃあまずはあのクライアントさん、あの顧客目線でミスした時に自分がどういう対処をした方がいいのかっていうところなんですけど、社長はそのお客様の立場でその会社にミスられたことってありますか？ああ、この間あったよ。あ、社長あったんですか？あった。これまだ解決してないから、ちょっと動画にしていいかどうかわかんないけどまだ解決してない。解決してないのよ、はい、で一応来月話し合いなんだけど。あ、結構じゃあまあまあ大事なんですか？すげえ大事だよ。あの、はい、今さ、はい、あの結構さ、こう世の中ね、まあ、建設業は特に、はい、まあ、人材不足だなんだと言うじゃない。そうです ね。でまあ俺もさ、そういうさ人材のさ、まあ、外国人とかの、はい、あの受け入れのやつとか仕事とかもしたりとかしてるんだけど、はい、あのまあある会社があってさ、外国人の、はい、要は経験者だよね。あ、経験者をあのなんていうの、入れられますよみたいなのがあったわけ。人材派遣会社みたいなことですか？ちょっと違うんだよな。まあまあまあ、ちょっとこれ詳しく話すとすごいややこしい話だから、まあ、まあサクッと言うよ。サクッとそんな感じ。まあ、外国人の経験者の外国人を、まあ、現地から連れてきます。まあ、ベトナムなんだけど、ベトナムから連れてきます。はい、それでなんか要は紹介料がすげえ高えの。ああ、なるほど。一人20万ぐらい紹介料で。あ、うちは4人。その4人入れますと、はい、いうことになったわけ。もう紹介料だけで80万じゃん。そうですね。でこれがどんぐらいで来るのって、もう去年の話だよこれ、はい、どんぐらいで来るんだって言ったら、まあ半年、うん、まあ、遅くても半年で来ますと、はい、ね、で、ああそうなんだっつって、でまあ半年経ったの、はい、全然来ないので、さらに半年また経ったの、もう要は1年、はい、全然来ないの。さらに数ヶ月、はい、やっと来たの4人、はい、で要は足場経験者4人が来たわけだよね。そうですね。まあ、半年で来ると言ったのを1年以上待たされて来たわけ、はい、4人、まあ現場行かすじゃん、はい、まあ何もできないの4人ともまさかの、そう、未経験者に近いみたいな、まあ、いや未経験だったの。あ、なんなら未経験だったの。なんなら未経験だったので、はい、ってなるじゃん。なりますね。で俺さ、リモートで面接もしてんだよ、現地と、その現地の会社の人とかも全員で リモートで面接してんの、はい、経験あるって言ってんのよ、3年足場やってましたってみんな言ってんの、はい、ね、で要は本人も嘘ついてたし、間に入ってる会社、はい、まあ、まあ、多分ブローカーみたいなあれだと思うんだけど、はいはい、もう全部嘘。なるほど。そうで、一人が思ってた仕事と違ったっつって辞めますって辞めたの。えそれでもう20万円をお支払いしてるんですか？払ってないよ。ああ、まだまだ。そう、はい、それ理由はっつったら、思ってた仕事と違うってわけ。いやいや、こっちは面接で足場ですって言ってんじゃんと。そうですね。なんならあなた今まで何やったの、足場ですってお前自分で言ってんじゃんと、はい、で思ってた仕事と違うという理由で辞めるわけだよ。で残り3人残りました、はい、でその会社からするね、向こうの会社からすると、まあ、3人入ってたんだから、はい、60万円くれって話なの。俺からすると、いやいや詐欺じゃんと、まあ、うん、話したら全然違うじゃん。そう、話全然違うじゃんと。だったら返すよって言ったの、うん、そしたら、いやもう入国しちゃったから困るみたいな、はいはい、で始まってるわけ。で、ああでもね、こうでもねってやってるわけ。あ、っていうバトルが来月、うん、そう打ち合わせが入る。そう、打ち合わせ入るの。そう、逆に社長がそのクライアント様だったり顧客に対して、まあ、社長の周りでもそうですけど、ミスをしてこういう対処で、まあ、いい思いしたよみたいな経験、例えばありますか？いい思いはないよ。いい思いはないだって悪いことしてんだもん。こうなんか円満にこう、あ、円満に仕事が続いたという。だから前も言ったかもしれないけど、足場を組みました、はい、ね、したらそのあるね、松井、あ、某松井くんつのが足場組みました、はい、で、その日の夕方に速攻クレームの電話が入ったわ。足場がガタガタで揺れますと、うんうん、ね、松井クレーム入ってんぞと、
ね。でとりあえずそのフレーム直し行けっつって、はい、直し行かしたわけ。たら要は大工さんが足場をばら外しちゃって揺れたっていうわけ、はい、で松井からするとなんで俺がね、俺はちゃんとやったのに大工が勝手にばらして俺が手直しで呼ばれねえといけねえんだよっていう怒りが出ちゃったわけだ。まあそうですよね、腹の虫が収まんないと、はい、でその大工さんのこう道具箱みたいな、わかる、なんかハンマーとか金槌とかさ、カンナとかいろいろ入ってる工具入れね、はい、それにこう炭ってわかるかな、炭出しってわかんない、墨汁みたいな、そう墨汁みたいなんじゃん、はい、であれで筆もあったから、はい、その筆と墨汁で柱に、はい、足場ばらすなって柱だよ、はい、家の柱、新築のね、はい、に書いたわけですよ、はい、でなその炭を、はい、なんならその柱に向かってバーン投げて、うわ、あ、じゃあ工具箱の中に向かって投げたね、パシャンと、はい、で、まあ、ぐしゃぐしゃにして帰ってきたの、はい、だから案の定次の日もう電話かかってきて、はい、もう大工さんは怒ってるわけだよ、俺の工具箱どうしてくれんだと、はい、道具が先代の親方から譲り受けた道具ですと、いくらでお前は買うんだとこの工具を買わせようとしてくるんです、そう、もう譲り受けたやつ、もうガジるつもりだよね、はいはい、分かる、なんかもうそう引かないんだよこの人も、なるほど、そう、すいませんでしたじゃ許されない、許されない、でまあ一回会って話そうと、はい、それでなんか俺とその松井とね、あとその大工さんと、あとその元請けの会社さんかな、で4人5人か全員で、元請けの会社2人、こっち2人、大工1人で5人で話し合いをしたわけよ、でその時ね、その松井くんは髪の毛を坊主にしてったわけよもう誠意を見せる、誠意を見せる、俺はやるんだってないよ、あ、勝手にしてきた、そうそう、本人的にね、はい、もうちょっと坊主ぐらいしておきますと、でも、まあ、いいんじゃないってそういうので、その時に、まあ、その坊主で行きました、まあその大工さんはあんま引かないの、うん、俺はこれ先代から受け継いだ工具箱だ、10万や20万じゃ買えねえんだよこれ、わかる、もう100、200出されても俺は納得しねえよみたいなの言ってくんの、ちなみに定価だと大体どんぐらいのもんなんですか3万ぐらいわかんないけど3万ぐらいもうちょっとすっかな、5万、5万とか、5万ぐらい、定価だと5万ぐらいのもん、わかんない、そのいろいろ入ってるからさ、その中に工具箱の中に、はいはい、そうそう、でそのまあでも10万ありゃ足りるだろうみたいな、まあ、ハンマーとかね、ラチェットとかね、分かんないよ、その釘とか分かんないよ、はい、いろいろ入ってるんだよね、あと思い出も入ってるからまあプラス思い出、定価プラス思い出プライスレスだから、はい、ね、でもう俺がもう本当、例えば300万ですとか500万ですって言わないと聞かないなと思ったんだよね、もうこれ十何年前の話だから、15年ぐらい前の話だからね、はい、もう時効なんだけどね、時効だと思うんだけど、はい、これ松井を引っ叩けや収まんなと思ったの、はい、で大工の前でもうこいつをもうおめえのせいでやってもうバシバシ引っ叩けっていういやもういいからいいから、もうやめ、危ねえからやめとけみたいななるわけ、はい、でいや大工さんダメっすみたいな、こう何ターンかして、はい、もう大工さんもうこんなになっちゃったんで勘弁してくださいって言ったら、はい、もう分かったみたいになって、はい、で最終でまあそれでもね、いくらかな、50万ぐらい積んだのかな、あ、当時、はい、そこの会社の仕事が 90% うわ終わったでしょ、自分だったらもううわ終わったって思いますね、めっちゃシビアな話なこれ、なるほど、笑い話じゃないですか、バーンなくなって全部、はい、でまあ俺は他のね、他の会社とか他のその足場屋の社長の先輩とかね、頭下げまくって仕事をもらうんだよ、はい、でそれで食いつなぐんだけど、はい、それでまあ結果なんとかなったんだけど、ある意味でもそこでそのもろもろ、まあ多分社長が、うん、その工務店さんにもうまく謝れたから、うん、数年後また仕事が来るようになったりとか、そうそうそう、まあその大工さんも、まあ、ある意味そういう誠意を見せることによって、別に見せなくてもいい人じゃないですか、いわば、そうだね、正直、だって仕事にそこまで影響する人でもない、別にその人から仕事もらってねえからね、そうです、工務店さんにはなんかどんな理不尽なかと言われても、まあすいませんでしたって言うしかないかなと思うんですけど、まあ人間性の問題ですけど、そうだよね、そう、やっぱそういうところはやっぱり社長、やっぱり若い頃から、そう、まあでもね、まあそれはしゃあないよ、悪いからこっちが、ってことですよね、100%悪いもん。
カットセンター道具ダメにしちゃってるわけですよね。そう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 、そういうのがあったよ。なるほど。だからまあこっちはね、まあ、今これこっちがやらかしちゃった方だけど、はい、まあ、さっきの話だとやらかされたら方だし、だからまあ商売やっていくやね、まあ、そういうのもあるからね。ちなみになんかそのお客様に対してこう謝る時のポイントってなんかあるんですか？例えば、うん、あの傷、そのミスが発覚してから、うん、対策を考えてから謝った方がいいのか、うん、気づいた瞬間にすぐに謝るみたいな、こんなことに気づいてしまったみたいなすぐに謝るとか、うん、あとはなんか謝る時もこうなよなよしながら、いや本当すみませんみたいなテイストで言った方がいいのか、うん、堂々と本当にすみません、それわかんないけどその人のその人の性格じゃんじゃん、なんか、なんか社長だったらどういうのが正解かな、いやごめんなさいっていう、あすみませんでした、すみません、例えば他の例だと、うん、その失敗以上のリターンを提案するとか、それだとさっきの評価された方になっちゃうんじゃない、それだと、まあ、どうしてくれんので、これ以上じゃプラスアルファでもらえると納得するわけじゃん向こうは。じゃあ社長的にはそのじゃあ顧客に対してミスしてしまったっていう時は、うん、まあ、なんかそのプラスの提案をするというよりはしっかりそのことに対して説明して、まあ、謝罪するっていう感じですか。なんかそう世の中の人って、はい、そういう人が多いんだよ。あプラスアルファ何か何か求めちゃうんだよ。だからそれってさすげえクソだなと思うんだよね。なんか、まあ、こここらえてやっからこれくれよみたいなさ、なんかいるじゃんそういうやつって。まあいますね、うん、もう俺はそれはなんかそうだね、うん、お互いありえない、ね、ありえない、うん、じゃあ謝る時の鍵といいますか、うん、まあ、こういう対処がみんなも心がけてやっていったら、いやだからもう悪いなと思ったら謝った方がいいよすぐ。もう悪いと思ったらすぐ謝った方がいいよ。すぐ謝ると、うん、それが成功のというか謝罪の鍵ですか。そうだね。一回俺ね、はい、あの SV 乗ってん時にさ、はい、これ動画で言ったことあるかな、 SV 乗ってん時に、はい、ピンクのね、はい、バゴーンぶつけられたの、はい、もう右後ろボーンぶつけられて、はい、えっとか思って、はい、で、まあ、幸いにもボディ行ってなかったのよ。でホイールにちょうどぶつかってきたの、はい、でホイール交換だけで済んだのね。で車体も歪んでなくて、はい、何もなってなかったんだけど、びっくりして道路、うわ突っ込まれたとか思ってさ、はい、もう降りる止めてさ、はい、さ向こうも止めてきたので、俺何やってんのって言いに行ったのね、はい、でも、まあ、まあ普通どうする、 俺の SV にぶつけた人、あ自分ぶつけちゃった側ですか、ぶつけちゃった側で俺が降りてきて、はい、お前何やってんだよ、まあ、ふざけんなよ、どうする。いや自分はうわやべえ終わったなと思いましたね人生終わったみたいな、こびますね、いやほんとすいませんみたいな、なるよね。でそういう警察呼ぼうとかなるでしょ。なります ね、はい、で俺まあ出てったわけよ、はい、したら中国人の女の人だった、お運転手が言ったのよ、え何やってんのって、はい、そう勘弁してよって言ったの、はい、そう優しめだよ、あてめえ優しめ、てめえふざけんなよなんて言わない、言ってない、はいはい、大人な感じです、ね、何やってんのっつって、はい、で誰ですそうそうそう、はい、分かんない、で何やってんのっつって、はい、でそしたらその女も出てきて、はい、何やってんのって超キレてきたの、えっ俺えっと思って逆ギレしてきたんですか、超逆ギレ、謝っちゃいけないっていう教えってこれだと思って、そういうことか、ああ、まあ、相手のその女の人からしたら、ああそこで謝ったらもう負けを認めるというか、そうそうそう、連勝を認めることになるから、そう謝ったら負けだと思ってるんだ、そう、もうそのでもルールやめてほしくない、なんかもう、まあ、悪かったら謝ろうよみたいなさ、まあ、そうですよね。で俺も冷静になって、いや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 、自分がぶつかってきたんでしょっつって、はい、だって俺がこう走ってて、はい、こうだよね、あそういう車線変更でぶつかってきたパターン、車線変更って俺まっすぐ走ってるこいつがぶつかってきた、あそういうことです、刺さってきた、相手が変に車線変更してきたんですね、そう、だからさもうこれ誰が見てもだから警察呼んで、はい、検証したところで あんた悪いねって話なんだよこれ、まあ、どう考えてもそうですよね、あもうだったら認めようよみたいなさ、はい、そのなんかそういうのあったね、え結局それは弁償されたんですか、まあ、だから、まあ、その弁償というか保険で結局、ああそうで、まあ保険で、はい、だからそいつなんかあれだぜ、一回も謝り来なかったよ最終的に、そうすいませんぐらいね、あってもいいじゃんね、
やばいやつですそうで、なんならこっちも動いてるじゃん多少は。はい。だからなんか1級とかでなんか1ぐらい負担させられたけど、ね、こっちあ、ちょっとそうそうそう動いてるから動いてるだけで一応ちょっとは悪いでしょみたいな。そう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 。こんなさ後ろから来られたら避けらんないじゃん。女はさあ、そうですね、注意もクソもねえじゃん。だってそんなはい、謝罪しないやべえやつエピソードもあるわけ。そうそうそう、だから謝りましょうって話で。じゃあまあ社長の謝罪の時のエピソードだったり、そうだね、まあ、対処法っていうところは、はい、まあ、そういう話だったということで、はい、本日の動画は終わっていこうと思います、はい、じゃあチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。